メ変わってる。いや確かにね、発売日の昼頃にねアップデが1回入ったんですよね。で入ったと思ったらね、これスタート画面がねこの白黒の渋谷に変わっとるんですよね。すごいな、作り込まれとるなこれ。スタート画面真っ白だったっけにさ、こういうのが出てきてくれてさ、ちょっと俺は嬉しい。俺は嬉しいよ。やっていきまーす。今回は第2章です。はい、なんだよあれ。第1章のラストで私は死んだ。あれちょっと京介君の字幕がすごい邪魔になったけど、私は死んだ犯人は誰ってある通りですね。この世界の断りを表すような言葉、断りっていうんかな。さてこのメッセージを見て8人はどう動くのかっていうのがね、多分第2章の一番の見どころです。皆さんそこにちょっと注目していきたいと思いますね。私たちどうなっちゃうの？怖いよ。大丈夫、僕がいるよ。哲くん、あれは間違いなく犯人を探せって意味だろうね。うん。そして見つけ出した犯人を東北はそれが何を示すのかをはっきりとは言わなかったが、それがより一層今回のことの重大さを匂わせていた。僕たちの中に殺人犯がいる。犯人を見つけ出したらそいつを始末しろ。このメッセージはそういうことなのだろう。犯人って言われてもね、もうまだ私は死んだの私が誰のことなんかわからんもんな。みんな俺もわからんけど、殺人犯がいる。桃の神谷魚住じゃないわ。魚住じゃないな、何だったっけ、諸住じゃ。なんかさ、諸住のことを魚住と間違えてしまうのなんでだろうな。影山町工事東国二階堂。優は誰かを傷つけることなんかできない。そうやな、そうだろう。神谷は公明正大なリーダーだ。人殺しなんて姑息な手段に手を染めたりしない。諸角は何よりも正しさを突き詰めている。そうだな。多分プロフィールの欄なんかはさ、嫌いな人間、正しくない人間みたいな感じで書くだろうな。影山は最も優しく人の痛みが分かるやつだ。町工事は人を傷つけるやつを許しはしない。東北はみんなのムードメーカーだ。二階堂は暴力を嫌悪している。あ、それぞれがそれぞれの体制をとってるような、それぞれのキャラクターの個性を表したような体制をとったような感じ。誰かが人を殺しているだなんてとても信じられない。そんな様が少しも想像できなかった。そうやな、この8人はねお互いを信頼し合っとるような8人だと思われるからな。何かの間違いではないかと思うが、東国の言うことだ。間違っているはずがない。いや東国信者やめろお前。一つの宗教みたいな感じになってるじゃないかお前。神の言うことは絶対だみたいな感じで、東国の言うことは絶対だみたいな感じになる。東国信者じゃん。東国信者になってるよお前。ゆりあちゃんだって間違うことだってあるだろうに。それでも信じられない。信じたくない。僕らの知らないみんなの面があるのだろうか。そうだったとしても不思議ではない。僕らは中学あたりから一緒に行動しなくなったのだ。そう言おったな。何かがきっかけで行動しなくなったんだろうけど、そのきっかけもまだ分かってないです。みんなのことをきちんと理解しているとは言えなかった。仲良いメンバーでもね、なかなか相手の全てを知っているって人がそう脅した。ゆりあちゃん、いきなり目の前にユリアちゃんが出てきて、君はキュートなんだからいきなり出てきちゃダメだよ。大体の童貞はキュートな君が出てきたらね、うわーやられたってなるからね。俺もそうだよ。ゆいちゃんがすごい悲しそうな顔してる。それぞれがそれぞれの顔をしとるって感じかな。いや、彼女が不安げな表情をしていたので、慰める意味で反射的に否定の言葉を口にする。しかし形だけの励ましであることは遠くにはお見通しだろう。正直に思ったことを言おう。正直に思ったこと？ゆりあちゃん、その頭の横の丸いやつはどこで売ってるん？ヴィレッジヴァンガード、ドン・キホーテ。確かにみんなは怖がってると思うけど、でもいずれ分かったことだ。それなら伝えるのは早い方がいい。そうやな、事実やねんやけどさ、その事実をさ受け入れなあかんよな、早い目に。そう言うと予想してた。おお、信頼されてますね、京介。さすがみんなのリーダー。彼女のこの表情は何かをしてやったりという顔だった。確かにしてやったりって顔だな。これは応援にはわかるぞ、ゆりあちゃんのその表情の意味が。思い出すのは小学生の頃のこと。東国に言いたいことを先読みされて、慌てふためく僕を見て、彼女はこんな風な表情をしたものだった。してやったりって顔が。結構東国、ゆりあちゃんは京介のことをよく分かっとるタイプの人間らしいな。人を見る目あるっていうやつかな。何かが自分の思った通りだったと確信する表情。まるで予想を確かめる実験のようだった。当時も今も彼女の手のひらで転がされているようで、あまり面白くはない。なんだよ。素で出てきたなんだよやな、これは。僕が何を言うか分かってるなら、いちいち聞かなくていいだろ。そうじゃないよ。ん？いきなり表情が変わった。いくら予想して、そうなる確率がたとえ 100% だとしても、試してみるのは価値があるんだ。どうして？確率が 100% だとしても、それって1の目しかないサイコロを振るようなものなのではないだろうか。何の面白みもない。それって意味がないことだろ。そんなことない。頭の中のことは所詮頭の中のこと。試してみて変わることだってあるんだ。これを聞いてるみんなはどんな表情を笑いここら辺の3人に関してはゆりあちゃんの話に耳を傾けてないような感じになってるやん。お前ら生徒会メンバーの中でなんか話し合ってるみたいな感じになってるやん。お前らこっちはこっちもかこっちもこっちで3人のグループできるような、お前もう2人だけの話になってるやん、ゆりあちゃん。ゆりあちゃん、なんでだってそうなる確率が 100% なんだろ。それでも試す価値がある。変わるのは相手じゃない、自分だよ。自分？君の言うことが分かっていても実際に言ってもらうと僕の心が温かくなる。なんだよそれ。なんとなく言おうことはわかる。だからありがとう。つまり 100% そう言ってくれると分かっとるんやけど、その相手の京介君から口から出てくると出てこんのとではゆりあちゃんの感じ方っていうか、確かにやっぱ確信なんだなっていう、そういう心からの安心があるんだろうな、ゆりあちゃんには。ずいぶん遠回しなお礼だな。ちょっと頬をあからめてるような感じで見えて、ちょっとかわいいぞゆりあちゃん。おっとと、同時に彼女がそんな砕けた表情を浮かべるのに引っかかりを覚えた。いつものようななんて読むこれ出た、漢字スキルのないところ。ひょうひょうとしたかな。様子はなく、少しだけ出た、もう一つ。こんな簡単なところで読む、噛むっていうね。これじゃあ、東京クロノスの生放送で中の人がセリフで噛んだところを突っ込めないんじゃないか。少しだけ弱々しく見えた。しかし深く考える前にみんなの方で動きがあり気がそれた。ねえみんな、お腹すかない？確かにこの状況になってからどれぐらいの時間経ったかは分からんけどさ、この白い感じじゃ時間の概念があるんかどうかって感じやもんな。どれぐらいの時間が経ったか時計でも見ん限りは、携帯電話って持ってなかったって言ったっけな確か。となるともう時間の概念が全然わからん状態やけど、どれぐらい時間経ったかな。全然腹なんて空いていない。むしろ緊張で胃が固まっているような気がするいきなりコンビニのシーン入ってきたけどね、なんか町浩二くんがなんか iTunes カードのあたり見てるんやけど、あれ目線 iTunes カードのあたりじゃないんかでゆりやちゃんがなんか飲み物あたりやね。なんかゆりやちゃんさ、本当白衣似合うよね。なんか白衣脱いだらゆりやちゃんがじゃなくなるような、そんなレベル。この志村新八から眼鏡取ったら何もなくなるみたいな感覚やな。2人だけか？ 2人だけっぽいな。何か食べても吐き出してしまいそうだ。緊張感があるんやな。涼しい顔をしていたが、神谷だってこんな状況で食欲があるはずがない。いや、あの子は食欲結構ずぶとそうやけんな。将来大統領とか内閣総理大臣とかにつきそうなポストの人間やもんな、あの感じは結構堂々としとるぞ、高校生にしては。いや、あいつは超人じみたところがあるから本当に腹をすかせている可能性もなきにしもあはずだが、いや京介くん、人間どんな状況でも腹はすくってそれでも神谷がみんなで何か食べようと提案したのは、この不穏な空気を払拭するためだろう。ちょっとゆりやちゃんが動いたね今。なら反対する理由はないちょっとセリフが別に何かあるわけでもないのにちょくちょくキャラ動くんいいよねこれ。周辺の調査も兼ねてみんなである程度ぼらけて食べ物を調達することにしたいかにも瓶とかそういうなんかファーストフード的なものが集まっとるような気がするけど、神谷が的確に指示を飛ばし、僕は町工事と東国と近くのコンビニに向かった。なんでこの3人の組み合わせなんだろう俺はゆうちゃんと一緒におりたかったなって思いながらもね、ちょっとゆりやちゃんにも気を持っているようなところがあるからね。当の神谷とどうしてもなんか魚住って出てしまうよな。なんだろうなぜかさ、魚住って物住なのにさ魚住って出てしまうような、なんだろうな。はスクランブル交差点に残った。何か準備があるようだった。何の準備だなんだそれなんだそれは。彼がご機嫌な横で僕はまだ商品を手に取ることすらできていなかったずぶといなこいつもこいつで能天気っていうか、なんかタダで持ってくの悪い気がするな。確かに牛乳手に持ってるな。ゆりやちゃん牛乳好きなんかな。なんかゆりやちゃんのことやけんさ、牛乳はね、僕が一番信頼する飲み物なんだみたいなことを言いそうな気がするなカルシウムに栄養価がたくさんあるんだ、たくさん飲んどいた方がいいよ桜井くんみたいな感じ。それに僕たちが食べなくてもこの食料はいずれ腐る。廃棄品をもらうようなものだと思えばいいよ。冷めてんなちょっと。そりゃそうだけど、でもいい気はしない。それなら何を買ったかメモっておけばいいよ。それで後で払えばいいでしょ。それで払いに行ってさ、ってなるだけだと思うけどな、店員さんの方からしたら。そうだな、そうするか。あ、そうするんじゃ僕らは身につけている制服以外ほぼ何も持たない状況でここに閉じ込められたのだ多分パティちゃんは物という概念ではないので、物という概念ではないので一つの生き物として捉えた方がいいと思うからね、パティちゃんは。金もないしメモすら取れない。なんだよ。おい、近づいてきた。いや、それはちょっと小バカにしてるのか君それにしてもそのなんかスラッとした体つき言っちゃあかんかな。なんかほんと可愛い子だなと思います。そう、みんなだってこんなもんでしょ今からつまもうとしてるさらっと町工事今からつまもうとしてるなお前、ポテチっぽいやつを。東国も町工事もすごいな僕はとても冷静でいられないよ。みんながいるから、昔のみんながいるからちょっとだけ平気なんだ。それは僕もちょっとわかるかな。そうか、やっぱ仲間意識って大切やなって思いますな。そうなの？ああ、しまった口に運ばずにしまった。ちょっとやっぱみんなと一緒に食べるべきであって思いとどまったなマジ工場お前。東国が一番僕らの集団から遠いところにいると思っていた。名前を忘れたが何かしら物理の書を中学で取って新聞に載ったことを覚えている。その辺りから東国は物理の道へとのめり込んでいき、僕らと話をすることはなくなった。もはや違う世界の人間みたいな感じだったんだろうな。東国は一人でも平気そうなやつだった。孤立しているわけでも避けられているわけでもなく、1年ぶりに話しかけたとしても昨日まで友達だったかのように明るく答えてくれる。そういう人間関係に頓着のないような人間だと思っていた。一人だとしたら僕もこんな風に冷静に分析できたりしないよ。そうか、東国は一人でいた方がいろいろはかどるんじゃないの？そんなことない。僕はこう見えて結構寂しがりなんだよ。多分それが現れとるのがこのパティちゃんなんだろうな、この人形。まだまだ食べたいものあるからまた後で来ようぜお前このコンビニの食べ物全部制覇するつもりじゃないだろうな。こんだけあれば3日は生きられるよ。栄養価は偏るだろうがな。なんか過ごしやすいよなマジか。天気そうだけど、ほらコンビニっていつも暖房か冷房のどちらかがガンガンに効いてるじゃん。ああ、確かに効きすぎとるぐらい効きとるところあるよね。長くいようって気にならないけど今はエアコンついてない。確かに。それはただ単に今が過ごしやすい気温だからなような気がした。4月に入ったばかりで暖房も冷房も必要ない季節だった。もしくは人がいないからエアコンが単純についていないだけあるいは電気が一部使えないんだよ。おにぎり冷却されてなかっただろ。え、そうなの気づいてなかったんかお前 iTunes カードとかそっちの方ばっか見てたからなお前呆れたって顔。なんかこの顔も可愛いな、ゆりえちゃん。やべえじゃんなんかそのやべえじゃんの言い方好きよ俺。まあやばいけど町工事気づいてなかったのもう他人のことみたいな感じで言いやがったなこいつ。え、なんだよ、みんな気づいてたのそうなんじゃないかなとは思ってた。渋谷ってもっといつもうるさいでしょ。スピーカーの音がないのは違和感だった。でもこの世界にはそもそも違和感しかない。電気がうんぬんというのが些細な問題に思えるくらいに、だから気がつかなかったとしても仕方がない。そう言われてみれば静かな渋谷ってそれだけで怖いもんな。そうか、いつもにぎわとるもんな渋谷って。いや行ったことないけどさ、俺徳島やけんさ、田舎やけんさ、静かなんかちょっと当たり前な感じがするんやけど、やっぱその辺りは渋谷に住んどる、渋谷って人が住んどるもんなんかなそもそもそういう都会の人にとっちゃ静かっていうものはあんま、静かの時ってあんまないんかな。東国はいつから気づいてたの？最初から。でもディスプレイのことがあって迷ってた。確かに電気がないはずのに、あれだけはついたんよな。あの赤い文字だけは。ディスプレイ。そういえば不気味なメッセージが書かれたディスプレイはちゃんとついていた。電気が通っているっていうことではないのか。そうだ、ディスプレイはついてただろ。あれって電気じゃないのか。ディスプレイはって言い方だ。まだ確かめなきゃいけないから何とも言えないけど、でも 70% くらいの確率で違うと思う。その根拠はなんかあるん？そういうトリックみたいな、科学的なトリックみたいなのが。どうして？ディスプレイにメッセージは映る。でも僕らが使える設備は限られている。そういうことだよ。え？そういうことだよってどういうことだよ。おい、京介はお前よく言ってくれた。俺もそんな感じだったわ。クロノス世界がそういうものだからミッションに特化しているんだよ。あ、もうこの世界がそういうもんだって考えるしかないんかお前。1+1 はなんで2になるのって考え出したらさ、そういうもんだからって思うようなもんなんやな。今回の場合は犯人探しというミッション遂行に余分な要素は全て省かれている。ライフラインは最低限だし、登場人物も極限まで絞ってある。おお、もう役者は8人で十分ってことか。でも8人っていう人数って結構、人狼ゲームとかだったらバランスのいい人数やな。人狼陣営が多すぎたら人狼陣営の票がたくさん集まって村人陣営が勝てんようになるし、そういうようなもんなんかな。ばかりか記憶でさえも。いや、これに言及するのはまだ早いね。ユリアちゃんの中で根拠が固まってないんやな。省かれた記憶。今何かひどく重要なことを聞いた気がする。そうよな、京介くんは。京介はさ、過去の記憶ちょっと忘れとる重要な記憶があるはずないよな、プロローグからして。あるいはそれは、ここに集った僕たちの根源に関わるような。いや、考えるのはよそう。どんな世界にもきっと触れない方がいいものはある。パンドラの箱なんじゃ。記憶がパンドラの箱なんじゃもう。東国だって、言及を避けたじゃないか。今は8人で過ごせる奇跡みたいなこう時間を大事にすることだけを考えればいい。おいおい、分かるように言ってくれよ。俺の頭じゃわけわかんねえよ。そんなにせかさないでよ。後でちゃんと話すって。多分5回ぐらい説明しないと颯太くんの頭の中には入ってこないだろうけどね。なんだよ、気になるだろ。ユリアはいつもそうだよな。大事なことを濁して全然言ってくれない。なんか町工事、ユリアちゃんのことをユリアって呼ぶんやな。なんかこの二人意外と仲がいいっていうか、そういうつながりがあるんかな。京介とゆうちゃんがお互い下の名前で呼び合っとんはさ、一番初期の幼馴染やけんってね、つながるけど、この二人も意外と初期の頃から関係も取った友達の関係だったんかな。そんなところがセリフで読み取れる。こんなに人が少ないと歩きやすいよな。なんかいつもより広い感じするよね。そうだろうな、車がたくさん通っとって道をこぎるためには信号待たなあかんだろうな。いつも人避けて歩いてるからな。あ、それもあるんか。スクランブル交差点ってやつやな。渋谷は昼も夜も常に混んでいる。誰かとははぐれたならスマホで連絡を取り合わないと再会できないが、今は 100m 離れていてもすぐに見つかるだろう。徳島駅、夜の徳島駅がだいたいこんな感じかもしれんな、あれ。夜中の徳島駅がこんな感じな気がするぞ、俺の感じにからしたら。なんだか僕たちの街みたいだね。おお、いい響きだ。俺たちの街。俺たちの街。僕たちだけの街みたいな。ドラえもんののび太みたいな発想。確かに今は法律も何も関係ないもんな。ってことは何でもし放題ってことだよな。なお前、ちょっと頭の中で、ちょっと抑えろ、お前。頭の中でちょっとやばい発想を思い浮かべてるだろ、お前。その発想を今すぐ捨てろ。3秒以内だ。いいな、お前。3、2、1。町工事は、さっきコンビニですでにやりたい放題やってただろ。確かに。やりたい放題やってたな、こいつは。ここって確かジムだよな。ジム？いつもめちゃくちゃ混んでた。あ、クラブや。今なら貸し切り。どうだ？あ、意外と意外と人道的な感じの好き放題やったわ。よかった。ジムはいいや。なんでだよ、行こうぜジム。海行こうぜみたいな感覚でジム行こうぜ言うな、お前は。行かない。そんな元気もない。そうやな。状況が分かってないのかお前はって感じになったのよ、今の状況は。漫画みたいなエフェクト出しやがって。こんな状況になっていろいろと疲れている。むしろどうしてこいつはこんなに元気なんだ。楽しんでるだろお前。ジムにはプールもあるぞユリア。ちょっと待て、それ遠回しにユリアちゃんの水着姿が見たいと思ってるだろお前。俺も見てみたいけど。なんで僕を誘うんだ。ちょっといやらしい目で見てることに気づいたなユリアちゃん。いいぞいいぞ。水着も売ってるから大丈夫だ。ああ、やっぱりお前そういう路線なのか。ユリアちゃんの水着姿か。確かに見てみたいけど、お前そうこういう状況までそういうこと考えるのかお前。やるなお前。男の端くれとしてよくやってきたなお前。何がどう大丈夫なんだい。泳ぎに行くにしても。町工事くんがいないときに行くよ。はい、残念でした、町工事くん。そうか、残念だ。すごい残念そう。二階堂と桃の諸角を呼ぶか。特に諸角は。うん、呼ぼう。おお、わかっとるな、お前。この東京クロノスの女性キャラ4人の中で一番バストがでかいの、諸角だからな。もう俺はオープニングテーマ見たら、宙に浮いてるキャラクターの体見てそう思ったね俺は。結構でかいからな諸角。諸角あれ多分変なこと言うと G カップとかその辺りはあるからな。分かってるなお前。狙いがバレバレだぞ。誘うならもっとナチュラルに誘え。乗るに乗れないだろう。みんな誘っても来ないと思うけど、町工事くんの考えそうなことみんな分かってるだろうし。町工事お前ドスキベな人間だと思われてるぞ。そんな俺は健全な一人の男子としてだな。やめとけ。こういうのは責任が波及して男子全員のせいになるんだから。確かに。桜井まで仕方ない、一人で行ってくる。いってらっしゃい。行っちゃった。あれユリアちゃん二人っきりだね。イチャイチャしようぜ。水着とか着なくていいからさ、イチャイチャしようぜ。ね。京介君、このねの言い方ちょっと好きよ俺。あいつ多分1時間は戻ってこないよ。ガチで泳ぐと渡のやつじゃ。そうだね。じゃあ僕はファンシーショップを満喫しようかな。ぬいぐるみを独り占めしてやる。そういうことか。そうくるか君は。なんかちょっとユリアちゃんがぬいぐるみ見ながらニヤニヤしとる姿を横から見ていたやな俺。お前もかよ。僕だけじゃないよ、パティも行きたいってさ。そうなんパティ。うん、僕もユリアちゃんと一緒にファンシーショップ行きたいな。僕と似たようなキャラクターたちがたくさんいるの見てみたいな。そうか。東国はいつも抱えているぬいぐるみパティを口元に掲げた。京介くんも私とユリアと一緒に遊ぼうよ。あ、そういう喋り方なんじゃ。京介くんもんちゃうな。京介くんも私とユリアと一緒に遊ぼうよ。こんな感じかな。ねえいいでしょ、私とユリアを置いていったりしないよね。ねえいいでしょ、私とユリアを置いていったりしないよね。ね。すごいよな声優さん。こういう喋り方もできるんやな声優さん。わかったよ。でも少しだけだぞ。よっしゃー。なんかユリアちゃんの彼氏気分になるぞこれは。一回やりたかっめっちゃぬいぐるみあるな、これ。おー、ファッションショップでこんな感じなんか。すごい乱雑に置かれてるな。いや、黒の世界だからとしてもさ、これ乱雑に置きすぎだろ、これ。もうちょい棚にちゃんと置いてあげろよ、もう。1個しかないで。そこの1個ぐらいやん、ちゃんと置いてくれとるの。もうちょいさ、こう床にバサーってさ、置かんとさ、もうちょい棚に置いてあげろよ、ちゃんと。そして、ゆりあちゃんどこ立ってんだ、お前は。そこレジ。ゆりあちゃんそこレジ。思ったよりやりたい放題。そうやな。じゃあ行くよ。え、そういう、もしかして飛び降りるの？やっぱり危なくない？大丈夫大丈夫。平気だって。僕の体重が42キロで高さが1.5メートルくらい。いや、自分の体重自分から言う女の子って初めて見たんですけど。わかったわかった。僕が間違ってた。もう勉学のことを言わせたらユリアちゃんに絡む者はいない。ガチの飛び込みやろうとしてるなお前その体勢。手を大きく振り3度目で宙を飛んだ。かわいい。サムネこれ決定。あらら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 。宙浮いたところあたりまではさ、いい感じ飛び込みだったよ、お前。どうしてそうなったの？どうしてだ？何があったよ？物理法則とやらはどこに行ったんだ、お前は。大小さまざまなぬいぐるみが崩れ散り、去った。まったく。どうした？頭ぶつけて情緒不安定になったか。顔からって計算はどうしたんだよ。本当だよ。京介くん、そう辛辣に突っ込まないでよ。ユリアは軟弱だから計算に動きがついていかなかったのよ。僕の操縦にガンダムがついていかないんだみたいな、アムロレイみたいなこと言うんじゃないわお前は。君のご主人様はまるでお年寄りみたいだね。もう少し鍛えた方がいい。あまり体動かさなそうやもんな。ユリアは一日中座りっぱなしだから、運動量はぬいぐるみの私といい勝負ね。そうかい。僕も学校で毎日座りっぱなしだよと言おうと思ったが、彼女の座りっぱなしというのはきっとレベルが違うのだろう。そんなにか。座りっぱなし検定何級なん？ 5 級ぐらいあるん。休み時間も、そしてきっと休日だって机にかじりついているイメージがあった。それなんなん？公務員レベルなんか座っとる時間の長さは。それにしても夢みたい。お？ここは仲間がたっくさん、まるで楽園ね。賑やかで嬉しくなるわ。そうかい、それは良かったねパティちゃん。そんなにぬいぐるみ好きだったんだ。好きよ。だからユリアはいつだって私を持ち歩いているんじゃない。パティだけが好きなのかと思ってた。もちろん私がナンバーワン。でもね、仲間は多ければ多いほどいいものよ。そうか、ぬいぐるみのことを一人の仲間と思ったんやな。ぬいぐるみをたくさん集めて、いずれ王国を作るのが私とユリアの夢なんだから。おお、なんというか小さい女の子の夢っていう感じがするけど、そんな無垢な心を忘れないのがこの遠くユリアというキャラクターかもしれない。そうなんだ。遠くは身長が小さいせいか、どこかマスコットじみている。確かに東京クロノスでもさ、T シャツの写っとんがこのユリアちゃんやもんな。俺も街遊び、去年の10月の街遊びの時にさ、このゲームの私有、体験コーナーのところにもさ、このユリアちゃんが写っとる T シャツういよったけどさ、何気にユリアちゃんが結構このゲームのマスコットキャラクター、このユリアちゃん自体がマスコットキャラクター的なところもあるからな。そんな気がする俺は。その彼女がぬいぐるみを抱いているのは想像しやすかった。しかし一方で物理ばかりにしか興味がないと思っていたので、ぬいぐるみが好きなのは意外だった。ユウも昔はぬいぐるみが好きでね。あ、ここでユウちゃんの話を出してきた。さすが一番の幼馴染みなことはあるな。部屋に行くとどこで寝るのってくらいにベッドにぬいぐるみが敷き詰められてたよ。やっぱり東国も部屋はぬいぐるみで溢れてたりするの？ああ、いやそんなことないよ。いきなりなんかちょっと冷めたような言い方したな。どうした？パティの一体だけだよ。意外やな、王国作る割には。そっか。欲しいものたくさんあるんだけどね、なかなか買ってもらえないんだ。ん？なんかちょっと意味はありげな言い方。そろそろ町工事戻ってきてもいい頃だよな。まさか町工事溺れてるんじゃないの？あれから2時間は経ってるね。マジか、泳ぎすぎだろ町工事。そうそう、使えないのか町工事。泳ぎすぎてお前あいつもしかしてエラで呼吸できるようになってんじゃないの？荷物は放置されてるからまだ中だと思うんだけど。あ、これ町工事の荷物だったんこれこんなところに過去置きっぱなしにしとるというシュールな光景を見てるよ俺は。その時上の方から声が聞こえてきた。上？よ、お前今からそっち行く。着替えてこい。まずはお前着替えてこい。今からそっち行くじゃないんだよ、着替えてこいなんかちょっとなんか壁の隙間から顔出してる巨人みたいな、進撃巨人の巨人みたいな感じに見えるんやけど。町工事の声にジムの窓を見上げた東国はぎょっとした様子で目を伏せ、パチーで顔を隠した。女の子だもんね。ちょっとどうした？どうしたじゃないよお前。お前ちょっと女の子に対してのデリカシー欠けてんじゃないのか。出てくるときは服を着ろよ。東国がフリーズしちゃっただろうがフリーズって言い方は的を置いてる気がする。悪いあいつ人のいない世界への順応早すぎるだろうそれがあいつのいいところでもあるんだろうな。